限りない可能性と夢を求めて、今村の創生自立の時、読谷祭り。午後5時になりました。人と人が織りなす伝統と創造の祭り、感動と元気をもらいにおいで、第42回読谷祭りお届けしております。さあ、この時間から私たち中継者の中に入ってアナウンスしてまいります。 FM 読谷金城玲子です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そしてはい、ハイサイグスーヨチュウガナビラチバナタツミヤイビンユタサルグトウニゲーサビラ。上手。はい、よろしくお願いします。はい、辰巳さんよろしくお願いします。はい、はい、今日はですね、私たち FM 読谷の情報中継車、昨日からですね、この読谷祭りの会場、生放送でお届けしてるんですが、辰巳さん、はい、さあ会場の方いかがですか。だんだんね、ちょっと日が落ちて、はい、人も増えてきましたね。増えてきましたね、はい、そして去年に比べるともうお天気の方ももちろんいいんですが、はい、風がすごくね、強く吹いて、うんうん、まあ、夕方になってくると少しな秋の風を感じるような。そうですね、ちょっと涼しい感じの、はい、そうですよね、はい、今からまたね、今日の目玉、はい、進行戦、創作進行戦を一目見ようと多くの皆さんいらっしゃるんじゃないですかね。はい、楽しみですね。楽しみです。さあ、ここのこのお時間からですね、一緒にお届けしてまいります。金城玲子と、千葉の辰巳さんと2人で、お届けするんですが、さあ今回この読谷祭り、今回で42回目ということで、はい、また FM 読谷の、このね、中継も今回で辰巳さん何回目か思い出すと9回目ですか。8回目ですか。開局9回目です。9回目、と9回目ということで、はい、はい、ごめんなさい、間違ったら後で訂正します。はい、はい、本当にね、開局した日が11月1日ということでね、その日から本当にこの読谷祭りを、中継してきたという歴史があるそうなんですが、はい、辰巳さん最初からね。そうですね、第1回から、第1回というかこの中継のね、うん、FM 読谷の中継は第1回目からやってるんですけれども、はい、やっぱり中継車がね、うん、今はありますので、はい、すごくより一層、うん、クオリティをね、高くお届けできているのではないかなと思います。はい、はい。さあ、そんな中ですね、FM 読谷のこのね、中継の方、たくさんのね、企業の皆さんにご協力をいただいております。さあ、その、ご協力いただいているスポンサーの皆様を皆様にご紹介いたします。それでは辰巳さんお願いします。はい、特別番組第42回読谷祭り、この時間は株式会社大成ホーム、株式会社ラクセスイノベーション、ツタヤ読谷店、アイレディースクリニック、一般社団法人読谷村観光協会、株式会社盛岡コーリー浪平給油所、有限会社東酒造、読谷村商工会、株式会社沖縄科学 AV センター、オーシャンズピザピザイン沖縄、 JA 沖縄ユンタ支店、ミセスリビング、株式会社紅葉電子の提供でお送りしています。はい、ありがとうございました。本当にね、たくさんの企業の皆さんにご協力をいただいて、はい、読谷村のね、もう本当に1年に一度開催されるお祭りね、もう村民の皆さんがもう本当に一番楽しみになさってるお祭りなんじゃないかと思うんですけど、ね、辰巳さんは実際この読谷祭り、はい、この舞台の方などは出たことってあるんですか。舞台も出たことありますし、はい、まあ、小学校ね、中学校からずっと来ている祭りでもありますね、うん、はいはい、どうですか、その小さい時から見ていたお祭りをこうやって実際に大人になっても見続けていることができるって幸せですよね。そうですね、まあ、うん、僕は毎年 FM 読谷の方の中継で関わらせてもらってるので、はい、やっぱりそのこの祭りの、まあ、裏方の皆さんだったりとかね、うん、はい、その先ほども出てらっしゃいましたけども、この祭りを作り上げてる皆さんのこう、うん、ストーリーとか思いっていうのをやっぱ聞くことができて、はい、より一層この祭りの意味がよく
なんか実感できるようになってきたっていうのがありますね、うん、そうでしょうね、うん、まあ本当に村のレベルを超えていると、はい、特に県外の皆さんがね、おっしゃられておりました。でまたこれまでですね、この読谷祭りを本当に作り上げてこられた皆様の、ね、その思いをしっかり受け継いでいる、はい、それがすごいなと思うんですけども、はい、辰巳さんどう感じられますか？そうですね、やっぱりまあ今世の中って結構個人社会というかですね、はい、割と自分たちの本当に近い範囲の人たちのことばっかりで割と回っていることが多いかと思うんですけど、はい、この祭りっていうのが一番こう強くなんていうんですかね、僕らに訴えかけてくるのってやっぱ地域コミュニティの大事さというかですね、はい、まあ読谷村で生まれ育って、うん、もう祭りもその例えば普通運動会とかだったら自分の子供だけ見に来たとかあるんですけど、うん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 、もう読谷祭りとかって、まあ、子供も出てるし、はい、いとこも出てるしなんか、ね、職場の人は出店してるしとか、ね、もう本当に関わってる人の数が多いんですよ。うん、だからなんていうかすごく関係ないって言えないっていうぐらいに、うん、そうですね、いろんなところがね、関わりがあるというか。本当ですよね。でまたね、まあ読谷村役場の皆さんが中心となって地域を盛り上げていく、うん、地域を支えて地域の皆さんを表に出していくというね、うん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 、それがこの読谷祭りの素晴らしいところだということですが、はい、もうなんか他の県ではね、ありえないレベル、ね、そしてまた海外にいらっしゃる皆さんも、この読谷祭りを私たちの FM 読谷のホームページから見てくださってるらしくて、はいはいはい、昨日なんですけど、はい、1400人の視聴数、うん、はいはいはい、ユーストリームの方ですね、もうご覧になられていたということで、はい、さあ今日ですね、もう本当に2日目の、もう一番の今から、目玉となります、はい、創作振興船なんですけども、はい、これ辰巳さん、私ね、あれがまさか動くとは思わなかったんですよね。そうなんですね、はい、まあ、僕らは本当に物心ついた時からあれ動いてますので、はい、動くものっていう認識なんですけど、やっぱりそこがね、一番よそから来た人にとっては驚きな部分では、ね、はい、ね、あると思います、はいはい、今ですね、ちょっと、まあ、映像の方は読谷祭りのステージの方を映してるんですけども、このちょっとね、進行線の方も、よかったらね、ちょっとご覧いただきながら、今こちらね、ちょうど展示されていたんですよね、これまでは。そうですね、はいはい、一般公開をされていたということで、そしてまたね、今もういよいよこのプログラムの、受け継ごうがもう無事に、終わり終わったのかな、はい、終わり、ありました、はい、いよいよ創作振興船、このプログラムに、スタートしていくということで、はい、会場の皆さんはやっぱりもう注目するべきところは、うん、やはり振興船。そうですね、うん、やっぱりまあ、いろんな魅力があると思うんですけれども、はい、やっぱりこのメインの振興船を一目見てほしいですよね。うん、初めてね、見たとき私ね、もう本当に震えましたね。うん、本当にこの辰巳さんのこのね、お友達とかももちろんなんで、知り合いの方必ずなんか乗ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、まあ同級生だったりいろいろ、はい、またね、本当に1年に一度、このね、読谷村の本当にこの読谷祭りの日に大気が、うん、はい、この振興船に乗って帰ってくるという、すごいですよね。そうですね、やっぱりその村の、まあ、子供たちとかにね、はい、次世代に向けてこうどういうふうにこの村に生まれた、まあ、誇りを持ちつつ、うん、はい、で未来に向けてこう教育していくかっていうところで、うん、その村が一つ誇れるものを、はい、まあ、この海外のね、昔貿易してたこの大輝っていう人に定めて、まあ、そのストーリーをみんなで共有してっていうところが、まず結構すごく大人が頑張ったなって頑張ったんだろうなっていうのがなんか今は分かりますね。本当ですね、はい、またこの創作振興船が動いてこう、ね、ステージ横にこう停止する時までに流れている曲もオリジナルで作られているんですよね、うんうん、確かね、はいはい、それもなんか去年ね、また小橋川さんに教えてもらって、あ、そうですね、はい、そのストーリーも今からこの日のためにということで、はい、また言えると思いますが、はい、はい、ね、2日目になりまして、いよいよこの後夕方ね、もう5時、時間がもうね5時を回りましたね、はい、あたりの方も少しずつ薄暗くなってきてるんですけれども、はい、さあ、今回の、見どころ、
今から創作進行戦、はい、そして、ね、ステージの方も、今着々と、ね、準備の方もなされているということですけれども、はい、ね、ステージの方ではずっと、ね、リハーサルが行われていたみたいで、はい、吹奏楽の演奏、これもすごいみたいですね、宇津美さん。そうですね、はい、村内の 7小中学校の、ね、はい、皆さんが、吹奏楽、まあ、合同演奏ということでしょうね。はい、なれるということで、これもね、なんか、昨日ですね、今日、昨日と今日、まあ、読谷村商工観光課の知花忠さんの方に、スタジオ、こちらの方に入っていただいて、はい、読谷祭りの裏側というものを、うんうん、もうご紹介いただいた初の裏側を紹介してくださったんですが、はい、この先輩方から受け継いだもの、うん、これをきちんと次の世代に伝えていくために、そこの部分をね、今回初めて公開してくださったんですよね、はいはい、さあその公開してくれたものが先ほどのこの資料に、うん、ありまして、はいはい、今回ですね、昨日今日この2日間で、振り返りながらですね、これ歴史を、正さんの方から紹介をしてくださったんですよ、はいはい、で10年にこの1回このテーマというものが、うん、更新されていって、ね、ということで、はい、まず最初は本当にこの10年間は掘り起こし、はい、歴史を掘り起こして、読谷のいいものというものはこんなものがありましたよ、うんうんうん、歴史はこういうものでしたよねということで、うん、まあ、地域の皆さんに確認をした10年、はいはい、それから今度継承ですね、10年間は継承で、必ず、まあ、本当にこの言い伝え教えを必ず自分たちがまず受け止めて、うんうん、それを本当に忠実に伝えていくっていう、この継承、でも継承って一番難しいんじゃないですか。そうですね、はい、この今表を見ると、ね、うん、第11回より創作振興戦がスタートしてるんですね、はい、そうなんですよ。なるほど、そう、なるほど、今年が42回目、うん、はい、そう、そして、ね、またあの創作振興戦、この誘導数、昨日の赤いんこの方もそうだったんですけども、はい、黒系統の服装、うんうんうん、これも必ず、はい、統一されているらしくて、スタッフの皆さんが、はい、これもなんかいろんな案が、いろんな説があったらしいんですけれども、はい、きちっとやっぱりこの誘導する方々も、うんうん、もう黒子に徹するという、はい、そういう意味があるみたいで、なんかね、そういうのを聞いた後に見てみると、はい、やっぱ違うなと思いましたね。なるほど、ねえ、そして昨日ね、本当にこの読谷祭り、今回もね、今回は10月の29日と30日の2日間開催されるということだったんですけれども、はい、必ず節目にやはり大きな、企画だったり、うん、イベントというもので前夜祭みたいなものが含まれるそうなんですけれども、はい、今回はまたの第2回目になりましたけど、そうですね、昨年から新しい試みとして、うん、はいはい、平和コンサートがありましたけれども、やっぱり若い方たち、はい、多かったですよね。そうですね、うん、はい、まあね、読谷の、うん、若い子たちも出てましたね、はいはい、読谷祭りの方がね、行われるこの前日に平和コンサートが行われました、はい、今回ね、この3日間、前夜祭含め、まあ、3日間にわたって行われた、まあ、42回目ということですけれども、はい、さあ今日ね、もう雨も本当に降ることなくですよね。快晴ですね。快晴、はい、素晴らしい。私一番最初に携わった時、土砂降り長くよく雨降ってたんですけどね、みたいですね、はい、これなんでなんですかね。まあでも時期をね、ずらしまし、1週間ずらして数年前から、はい、やってますので、うん、割とまあ降らなくなってきたのかなというふうには思いますけど、もう本当に昔は毎年雨という印象でした。辰巳、うん、さんが携わってる、そうですね、しかもずっと、はい、もうこのグラウンドが泥だらけになるという、ぬかるんで、本当に子供たちは歩き回り、はい、本当にはしゃぐ、そのレベルだったですけどもね、はい、さあ今回お天気に恵まれました第42回目読谷祭り、こちらね、中継車の方はステージの、左手の方に中継車の方を設置して、会場の様子をラジオとインターネットの方で生放送でお届けしております、はい、さあ今からでも遅くありませんので、どうぞ皆さん会場の方にお越しください。ぜひね、来てほしいですね、はい、それでは一旦 CM を挟みまして、いよいよですね、またこれから進行戦の方、皆さんにお届けしてまいります。
田谷読谷店からの緊急告知。11月3日はビデオの日。おうちでエンタメ、蔦谷読谷店で何かが起こる、乞うご期待。11月3日木曜日は蔦谷読谷店へぜひご来店ください。蔦谷読谷店は第42回読谷祭りを応援しています。琉球の歴史に触れ、ザキミ城を仰ぎ見る。それは海、風、光を感じる街並み。スポーティーに、アクティブに、きらめきのある暮らしがここから始まります。エメラルドヒルズ残波、読谷村瀬那覇に全34区画誕生。求めていたのはきらめく情景。大成ホーム。幸せ、それは家族の幸せ。沖縄市三郷アイレディースクリニック。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。アイレディースクリニックは第42回読谷祭りを応援しています。読谷で生まれ育った方、読谷を訪れたことがある方、読谷を大好きな方、ふるさと納税は読谷村へ。今年6月から読谷村ふるさと納税の返礼品がリニューアル。現在特産品50品以上掲載中。今すぐホームページをチェック。ラクセスイノベーションは第42回読谷祭りを応援しています。さあ CM 明けまして、第42回読谷祭り、情報中継車の中から生放送でお届けいたします。金城玲子と、はい、千葉の辰巳です。よろしくお願いします。辰巳さん、よろしくお願いいたします。はい、さあ辰巳さん、はい、小さい時からこの読谷祭りに参加されているそうですけれども、はい、本当にプログラムが変わらないというのが、うんうん、もう一番のすごいということなんですけども。そうなんですよ、これ僕もねちょっと考えてたんですよ、うん、もう僕が物心ついた頃には、うん、このプログラムは完成してたんですね。なので本当に毎年変わらないっていう印象があったんですよ。あ、でも小さい時からそう感じてた、はい、そうですね。毎年、まあ、この赤インコ演奏会があって、はい、新高線が動いてっていうのでずっと来てるっていう印象があったんですけど、はい、今この資料のねいただいたもので見るとやっぱり、はい、第1回から第10回までのこの掘り起こしの期間とかですね、うんうん、その後の継承の10年とかっていうのを見ると、はい、やっぱ村の皆さんが、うん、こう村の祭りを作り上げるために試行錯誤してきた歴史っていうのがすごく見えて、うーん、あ、なるほどなと。僕らはもう継承のところから参加していたので、はい、ある程度やっぱその最初の10年に皆さんが多分けんけんがくがくしながらですね、はいはい、どういうものをこう魅力として打ち立てていこうっていうのをやってたとか、もう固まってからそれをこうじゃあ受け継いでいこうっていう部分からやっぱり見てたので、本当ですね、はい、感慨深いものがあります。そうですよね。またこの振興戦の前に、うん、受け継ごうふるさとの心、はい、ね、この地域の伝統文化や、うんうん、まあ、芸能を脈々と今に引き継ぎ、はい、そして未来へ、うん、で、本当に羽ばたいていく、まあ、子どもたち、未来の子どもたち、これがもう本当に、受け継いでいくっていう部分なんだと思うんですけれども、うん、はいはいはい、
本当にこの自然に伝承するなんかものが出来上がってるなっていう印象なんですよね。うん、そうですね、うん、やっぱり自分の、まあ、生まれ育った地域の、はい、まあ、もう読谷の中でもやっぱ各あざの芸能っていうのが、ね、はい、子供たちが今日ずっとやってますけれども、はい、その各あざごとに特色のある、はい、まあ、踊りだったり棒術だったり、はい、そういうものをやるようになったのがちょうど僕らの世代からなんですよ。そうなんですか、はい、で、もちろん各アザのエーサーっていうのはその前からあったんですけども、はい、エーサープラスアルファ1個あるんですね、各アザに、はい、だから棒術だったり、うんうん、僕はギマっていうとこ育ったんですけど、はい、ギマはフェーヌ島という芸能があって、でもそれはずっと戦後途絶えてたものを、うん、当時 の、まあ、その村の方々が復興して、もう一回調べて聞き取り調査とかやってこう復元した芸能だったりするんですよ。でそれを、うん、まあ、もう今後やっていこうということでやり始めたところの、多分僕らが中学校ぐらいの時そういうのが取り組みがあってですね、各技一個そういう何か出し物というかですね、まあ、芸能を、うん、やっていこうというのがあって、すごくすごいいい体験させてもらったなと思いますね。辰巳さんね、三振とかも控えるじゃないですか。三振は、まあ、はい、ね、趣味程度に、はい、でも小さい時から、はい、もうこのね、昨日も千葉の忠さんがおっしゃってたんですけども、うんうん、まあ、学校でもこの読谷祭りに向けて、はい、今回はどこどこの先生が、うん、教えるっていうね、うんうん、そういう本当にこう子どもたち自然と、三振の文化も受け継がれる、はい、うん、何気に教えられてるこの環境っていうものが整ってたっていうことだったんですけども、うんうん、その整ってたっていう部分にあるもう本当に大事な部分っていうのは、うん、やっぱりその読谷祭りに向けてこの読谷祭りの伝統をちゃんとしっかり受け継いでいこうという姿勢が背景にあるからなんですよね。そうですね、まあ、大人は多分そういう気持ちでそれをやってるんですけども、うんうん、やってる子どもたちの、はい、まあ、当時の心境としてはですね、うん、本当それで精一杯というか、舞台で出て間違わないようにで精一杯な、うん、もう本当に、本当ですね、なんか多分子供たち今は分からないと思うんですよ、はい、もうその生まれた地域で、うん、もうやることになってたからそう、ね、やらされてるみたいな感じで多分やると思うんですね、うん、最初は。そうですよね、うん、でも大きくなってそれがやっぱりじゃあ海外とかに行く機会とかがあると、うん、やっぱりいろんなよその地域でね、じゃあお前の村の歌を歌えとか、はい、お前の村の踊りを踊れ状態になることってあるんですよね、うん、そういう時にあうちの村にはこれがありますってこう言えるっていうのがどれだけの財産かっていうのはやっぱ思います ね、だからもう各本当に自治会が24あるということですけど、それぞれの自治会がしっかりしてますよね、うん、そうですね、やっぱ沖縄県内でも、はい、割とここは特殊なのかなっていうのはやっぱ最近思うことがあって、はいはい、やっぱ各市町村のお祭りっていうのはあるんですけど、はい、どちらかというとやっぱステージの、はい、メインになるものっていうのはやっぱりその村村外からね、市町村外からゲストというか、まあ、芸能人だったり、はい、歌手、有名な歌手だったり、うん、まあ、そういうものを呼んで割と それをメインに祭りを組み立ててるっていうところが多くて、だからそういうのが一切出ない村の人を主役にするっていうのは、そうね、だから若い頃はこの面白さ分からなかったです。あ、読谷祭りになんで有名人出ないんだろうっていつもやっぱ思ってた。他の村はなんか有名、ね、ね、歌手で有名な歌手来ていいなみたいな思ってたけど、うん、今逆に他の市町村の祭り見渡してみると、あ、うちの村のこの感じはすごいいいんだなってなんか思いましたね。それって辰巳さんいくつぐらいに気がついたんですか。やっぱりこの本当に、うん、まあ、大人になって、はい、10年、ね、この FM 読谷通して関わる中で、うん、まあ、そのいろんな人の思いも聞きながら、うん、まあ、この光景も本当にフルで見ながらですね、うん、そうですよね、またね、2日間3日間っていう関わりの中で、うん、やっぱ思いを深くしました ね、もうね、だからどれだけの高校に、ね、今会場にいらっしゃってる方々がどれぐらい、ね、それを本当に、ご存知かって言ったら、やっぱ気づいていない子どもたちも当然あるんでしょうけれども、うんうん、はい、でもやっぱり外を見た時、外に出て読谷村を振り返って見た時に、うん、この良さとか、ね、今辰巳さんがおっしゃってたように大人になって気づける、もう逆に気づけた時はすごい感動だったですか、うん、
そうですね、まあ、まあじわじわとですね、うん、はい、自分のふるさとの良さっていうものはね、外見た時に出て分かるよ、まあ、ありがたいなっていう思いですよね、うん、本当にこれだけのものをやっぱ子供たちに残そうっていう気持ち で、ね、でね、大人の方々が、はい、試行錯誤してきたっていう歴史が本当にありがたいなというふうに思いますね。そうですね、はい、もう本当に誰一人欠けることなく皆さんで協力し合って、それもね盛り上げていこうというこの姿勢がすごく私たちも伝わってくるっていうことで、うん、はい、でまた昨日もねちょっと伺ったんですけども、このステージのまたこの舞台を作っていらっしゃる読谷その建設業社会の皆さん、みんなボランティアなんですってね。すごいですよね、この希望、ね、で自分のお仕事もしながら、また建設業社会の皆さんで、舞台をこの、ね、ちゃんと作り上げていくっていう、はい、これも受け継がれてきたらしいんですよね。それもすごいですよね。やっぱ役割分担がね、うん、もう皆さん当たってて、毎年もう固定ね、はい、当たっててそれやることになってるっていうのが、うん、こう毎年同じっていうのって、うん、すごいことだなと思うんですよ。そうですね、うん、やっぱりお祭りって、うん、じゃあその魅力を何にしようかとか、目玉を何にしようかとか、じゃあそれに対する配置はどういうふうにしようかっていうのを、うん、毎回やっぱ試行錯誤するわけじゃないですか、はい、普通は。そうですね、そうすると、まあ、新しい出し物なんか今年はじゃあこれを目玉にしようとかいろいろあるけど、うん、それ毎年もう変わらない、うん、もう目玉は進行戦だ、そうで、これをもう見せるためにどういうふうにじゃあやっていこうっていう、明確になんか、はい、売りが決まってて、 そうですね、それを作る体制がもう固まっててっていうのはすごいことだな、うん、それをまあ、ね、この42回までそうですねずっとやってきてるっていう、はい、本当ですね、はい、さあね、本当にこの進行戦の前に行われていた、まあ、受け継ごう、本当に読谷と書いてふるさとの心、はい、ね、このプログラムもね本当に素晴らしいものを皆さんに見ていただきましたけれども、うんうんうん、これもね普通まとめられないですよね、これだけの、ね、ね、規模を。多分ですね、やっぱりこれ、うん、僕思うんですけど、はい、読谷で生まれ育った全ての人たちに、うん、必ずもう最低1回以上は読谷祭りに何らかの形で関わらせるっていうことだと思うんですよ、これって。そうかもしれないですね、もう全員参加ですから。そうですよね、はい、はい、もう本当に、そのね受け継ごうふるさとの心を見た後に、聞いた後に進行戦っていうこともね、この流れもずっと受け継がれているということで、うん、はい、はい、これもね今からいよいよ楽しみがまたね皆さんの目の前に、やってまいります、はい、さあ一旦お知らせを挟みまして、またね引き続き、こちらのね会場の様子、まあ、会場の方もね一目見ようと多くの皆様続々と、お集まりになられています。またステージの方も、今からね、本当に出演される皆さんを見ようと、たくさん集まられています。どうぞ皆さん会場の方にお越しください。それでは一旦 CM です。
お届けしております CM 明けました。さあいよいよですね、会場の方ステージの方がいよいよ、スタートするようです、ステージの方ご注目ください。はい、今波の音がね聞こえてきてますけれども、はい、そうですね、ステージ上には手話サークルの皆さんが、はい、今から約600年前読谷村あざ宇佐出身の大輝という若者を中心に大勢の人々が遥か中国を目指して旅立ちました。それから数百年にわたり中国を含めアジア諸国との交流がありました。これら歴史の足跡はユンタンザハナウイ、ヤチムン、そして各地に伝わる多くの伝統芸能に見られ、人々を村を発展させているのです。偉大なる先人たちの新種の希少と勇気をたたえ、未来へ羽ばたく心を表現する創作振興戦、華やかに今開幕です。今ステージ上ではですね、村内の7小中学校による吹奏楽部の合同演奏、そして歌はですね混声合唱団読谷の皆さんがですね、やっていらっしゃいます。これは演奏しているのは読谷村歌ですね。はい、お聞きください。Thank you.
美さん、はいはい、素晴らしい演奏、今ね、はい、読谷村歌の方のね演奏合唱が行われております、はい、続きましては芭蕉布、さあ続いて芭蕉布の方をお届けしたいと思います、はい、さあお聞きください。はい、ステージの方ではですね、村内の、7小中学校の皆さんによります吹奏楽合同合奏ですね、はい、そして歌混声合唱団読谷の皆さんによる歌で、今芭蕉布を
歌っていただきましたけども、はい、すごいですね、本当にすごいですね、手話サークルの皆さんがね、はいはい、ユンタンジャとそして花織という手話サークルの皆さんが、はい、ステージの一番前にこう、うん、立って、はい、ずらっと並ばれてね、はい、プロの方々なんですよね、手話サークル、あでもサークルだから多分あの一般の方だと思いますね、はいはいはい、そうですね、はい、すごいですね、やっぱその本当にね、うん、いろんなことを やってるそれぞれの持ち場で祭りに関わっているということで、うん、本当ですね、素晴らしいですね、はい、はい、さあ続いては、はい、ここからはですね、うん、今度は吹奏楽の演奏になっていきますね、はい、マーチティンサグの花お届けします、うん、ということで、今ティンサグの花がね演奏されましたけれども、はい、ここから、まあ、あの演奏がしばらく続いていくんですけれども、はい、このステージ上にやっぱ村内の7小中学校の皆さん、うん、吹奏楽部がずらっと並んでるこの圧巻な光景というか、はい、すごいですね、やっぱステージのこの幅の広さというんですか、うん、この、はい、これだけの人数がこう吹奏楽部学部がね、うん、並べるっていうのはすごいなと思いますね、はい、はい、さあそれではですね、一旦 CM を挟みまして、はいはい、ステージの方はそのまま、映していきたいと思うんですけども、私たち FM 読谷の方では一旦 CM に入っていきますので皆さんよろしくお願いいたします。リズミカルな曲を演奏します。風になりたい。
はい、読谷祭り、会場から中継しておりますけれども、お、進行線がちょっと動き出していますね。はい、中学生による演奏でスタジオジブリメドレー付き合ってきましたね。いよいよそろそろ2曲続けてお送りします。この吹奏楽の演奏が終わったら、うん、そろそろね始まると思いますけれども、はい、今ステージの方ではですね、村内の7小中学校の皆さんによる吹奏楽部の合同演奏が行われておりますけれども、うん、スタジオジブリメドレーなんですよ、うん、すごい。こういうねなんか演奏曲、はい、まあ、先ほども風になりたいね、ザ・ブームの風になりたいを演奏してましたけども、うん、はい、こういうやっぱ曲は毎年違うのかなと。そうですね、うん、こういうところでその年のオリジナリティを出しているのかなっていう、うんうん、そうかもしれないですね、うん、まあ、本当に子どもたちからしたらね好きな曲をまた演奏できるというのは楽しみにもなってきますから ね、はい、そうですね。やっぱなんか晴れ舞台があるっていうのは、うん、そう一つ目標として、はい、もうそれのために1年間頑張るっていうね。そうですね、はいはい、そうかもしれません。さあステージの方お届けいたしましょう、はい。れいこさん、はい、今ステージではですね、うん、吹奏楽の演奏が行われてますけれども、はいはい、このやっぱ地域の、まあ、みんながね、はい、この祭りのためにこれだけ頑張るっていうのって、うん、本当にありえない、本土ではありえないですね、はいはい、このやっぱり僕でも思うんですけど、はい、地域のコミュニティへのこの強制的な関わりってあると思うんですよ、はいはい、やっぱりね、個人主義的なところと、はい、真逆の、うん、もうこの村に生まれたらこれをやれっていう、うんうん、その役割が当たってるっていう、ね、はい、先輩からもう代々もう有無を言わさずやらされるっていうところから始まって、うん、まあ、それを自分が今度は教える立場になってっていうね、うんうん、あるわけですけど、芸能だけじゃないですからね、やっぱその地域の、ね、まあ、行事ごとだったり、はい、まあ、エーサーもそうだし、はい、あと村陸なんかもあるじゃないですか、各あざの運動会とかそういうのも強制参加で、お前じゃあ走り高跳びなみたいなのがあったり、まあ、草刈り清掃とかそういうのも全部含めて、もうだから切っても切れないというか、地域から逃げられない状態からスタートするっていう、ね、そうですね。でもそれが本当にそんな嫌じゃないという、知ってる人たちだし可愛がってくれてる方々と一緒だから、はい、まあ、これは本当に良くも悪くも田舎の強みというか、うん、まあ、ね、読谷村ならではというか、ね、そういうところで、まあ、連帯感結束力みたいなのがね、やっぱ育まれていくんでしょうね。そうですね、はい、だから本当にこうお祝いの席では、うん、また新比津の映画祭の余興のみたいに、はいはいはい、みんなでまた作り上げていこうよ、みんなでお祝いしようよっていう、はい、そういうのがまた全部つながっている。そうですね、本当に結構出たがりな人も多いですかね、俺がっていうか。あ、そうなんですか、うん、でもなんか恥ずかしがり屋の方も多いとよく聞くんですけど。そうですね、なんかでもよく人の結婚式見てて思うんですけど、うんうん、この人がもうやるんだみたいな、すごい恥ずかしがり屋な人も、はいはいはい、なんかもうやる羽目になって、うん、ちゃんとやるみたいなので、そうものすごくちゃんと踊ってたりとかするんです。立ち足とかもね舞台に一番に上がってたりとかしますよね。そう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 、
でも演奏もできたり、まあ、本当にみんなで何かを一つ団結してやるっていう習慣はこの小さい時から身につけて、ね、いたものがやはり大人になってももう自然に、うん、そうですね、うん、だから地域の本当にこの行事行事っていうものがしっかりあるからこそ、うんうん、そういったものがちゃんとねできているようなそんな気がしますね、うん、はい、さあ演奏が終わりました。だんだんこう進行線がね、見るたびにこう近づいてくるんですよ、はいはい、さあいよいよですね、きっともう皆さんが注目されるのは今は舞台なのか、うん、それとも進行線なのかっていう、はい、本当に秒刻みになってきてるのではないでしょうか。そうですね、日もちょっと暗くなってきましたね、はい、さあ、はい、スタートしてきましたね、はい、今度の歌はそうですね、これはキャラバンかな、はい、はい、じゃあこちらの方ね、聞きいただきながら、まあ、進行戦の方もゆっくりと、さあ進行戦の方でもすでにですね、もう大輝様、はい、乗ってらっしゃるんですかね。手を振っておりますね、はい、先頭に3人乗っています、はい、この方々、なんと商工会、はい、青年部の三役の皆さんということで、はい、今日のあのね、サンデーインパルス、はい、2時のサンデーインパルスで今日 FM よみたいなこの中継者の中から放送していただいた3名の皆さんが、うん、はい、実はこの今進行線の上に乗っていらっしゃるということで、アメクさんなんかあの声をセーブしないといけないってさっきおっしゃってましたけどね。そうですか、はい、アメクさんの方はね、商工会青年部の部長さんでいらっしゃるということで、はい、挨拶もあるんでしょうね。そうです、はい、これがまた楽しみですよね、はい、本当に、まあ、いつもの顔とまたガラリと変わるということで、うんうん、これもなんかの商工会青年部の三役ということも初めて私も知った時に、はい、すごい役割をそうですね、もう多分本当にもう心境としては僕思うんですけど、はい、あの役割当たったからにはやるしかないみたいな本当ですよね、そういうところだと思うんですけどね、本当ね、素晴らしい役でもこういうのをやれるっていうのもチャンスですもんね、うん、チャンスだと思います、はい、まあ、日頃から、商工会、ね、青年部の皆さんというのは活躍され、その後ねまた授業されていらっしゃる皆さんたちはそのまま、まあ、本当商工会に、はい、加入っていうのもまたこの出展ブースの方も全部すべて商工会に加入されている皆さんたちということで、はい、本当にすべてが一体化となった、お祭りが読谷祭りということです。そうですね、さあ、はい、一旦 CM を挟みまして時報をまたいで、お届けしてまいります、はい、続きましては小中学校の合同による演奏で
ブレイジングマーチ。前方の方から花火が上がりましたかなえさん。はい、上がりましたね。さあ、いよいよですね、創作進行戦始まります。始まりますよ。もうこの時をずっと楽しみにしてました。はい、時刻は6時を回りました。はい、さあこの時間からはですね、私たち FM 読谷の金城玲子と赤嶺かなえがお送りいたします。はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、いよいよですね、ステージの方では、演奏の方も行われておりましたが、さあ、会場の方、ご注目いただきたいと思います。さあ、創作進行戦の入場でございます。現在ですね、お届けしております、さあ創作進行戦、いよいよ入場です。
さあこの、波大きな波を、作っておりますのは、ザキミの皆さんです、数町、今年はザキミとなっております。さあご注目ください。さあいよいよ、捜索進行船が入場してまいります。さあ会場の皆さんは、もうこのね、捜索進行船の方に注目いただいております。祭りの会場に進行船がどんどん進んできてますよ。進行船に乗っている大器について私の方から皆さんにご紹介していきたいなと思います。大器は1372年、今は昔1372年に、中国へ、あの時王様中山王であったサットの命を受け、読谷から中国へ、あの時難しいとされていた中国への、ね、貿易を5回も往復を5回もした人物となっています。中国からいろいろな織物や、この歴史に残る、なんて言ってですかね、この今の読谷にも残る芸能だったりいろいろなものを持ってきたことから、大器は今も商売の神様として読谷で、読谷の商売の神様として皆さん今の時代もね続いているものでございます。年に1回の読谷祭りでも進行船として今もこうやって創作進行船としてですね、皆さんに根強く続いているものでありますが、この進行船の上にね3人乗ってるんですよ。それの船一番真ん中に立っているのが大器となっていますね。すごいイケメンが乗ってますよ。皆さんね、ユーストリームでご覧になっている方もいると思いますが、はい、皆さんこれからね進行船がどんどん登場してきますので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思いますよ。いつの時代からかこの大地に人が立ち、大自然の恵みから炎が暮らしの中に溶け込んだ。その炎は長い時と人々の知恵により万物を創造してきた。
かなえさん、はい、さあゆっくりと、ぬくもり、安らぎ、そして道しるべ、さあ現在、ゆっくりと、進行線の前に、松明を持った、皆さんが、進行線、この船が入る道を誘導する方のように、ゆっくりと進まれています。かなえさん、初めて、はい、今回、ね、この創作進行線をご覧になられるということですけれども、はい、今どんなお気持ちですか？いや、もう圧巻ですね。 今のこの段階でも皆様の前にその炎が入ってまいりました。火の守り人に高く掲げられ登場です。人々の暮らしを豊かにした炎、今を照らし未来に導く炎、どうぞお迎えください。そして平和を導き、私たちに幸せをもたらすのだ。人々の魂と大自然の恵みが今互いに共鳴し、未来への道しるべとなるのだ。世界の人々に等しくその輝きを分け与えたまえ。メッセージは平和、心、幸せ。
なえさん、はいはい、ステージの方では、松明が上がりましたね。松明に上がりましたね。いいですね。すごいよ、見た、はい、ステージの、右手の方には松明が、掲げられ、火が灯たれました。点火されました。さあ、いよいよですね、これから入場となります。進行線が明かりが灯りましたね。はい、さあ皆さん、ステージ後方進行線にご注目ください。これより数町進行線を先導し入場いたします。東シナ海の荒れ狂う大海原を表し渦を巻いて、ザキミ坊保存会約150名の皆さんが、誘導してまいります。さあ、ステージ後方数町にご注目ください。進行線を先導し入場です。東シナ海の荒れ狂う大海原を表し渦を巻きます。ザキミ坊保存会150名の皆さんです。届く旅立った男たちが進行線が帰ってくる。長く厳しい大航海の末、進行線が帰ってくる。さあ、讃えよ我らの偉大なる勇者たちを。
井さん、はい、今ですね、捜索進行線に乗った大輝様が帰ってきますね、はい、そして会場の方はですね、多くの、もう皆さんで、溢れております。さあ今回、ザキミボーの、週末、今年もね、今年は昨年は、ナビヒラ、今年はザキミということで、はい、大体ねこう1年交代で、大体こうやって担当されるということなんですけれども、はい、これ目の前で初めて、はい、金井さんご覧になられてどうですか。私こんなに、うん、こんなにすごいと思ってませんでした。ザキミボー、はい、150人でしたっけ。そうですね、150人の、はい、息が揃ってるのと、はい、さっきねあのちょっと演舞行ってましたけれども、はい、中学生か高校生ぐらいの子たちだったと思うんですが、そうですね、あの子たちが息の揃った演舞、はい、素晴らしいですね。そうですね、またこの進行船は、まあ、もちろん船なんですけれども、はい、このザキミボーの皆さんが、どういう風になさっているのかというと、はい、東シナ海の荒れ狂う大海原をこう表している、で、ね、で渦をこう巻きながら、波を作っているというのを、皆さんのね、この船の前をこう誘導するような形で、進行しているということなんですね。さあ皆さんの、目の前に、この後進行船が入場してまいります。さあ皆さんどうぞこの進行船にご注目ください。クエミヨミタンの方では、会場の様子をラジオと生、ラジオとインターネット放送で生中継でお届けしております。さあ、一旦 CM を挟みまして引き続き会場の様子をお届けしてまいります。神々の住む大海原から進行船が帰ってくる。船の帆も男たちの熱い胸も旅の思いに満ち、島々は炎を上げ、ホラ貝、太鼓、鐘も鳴り渡り、今か今かと待ちわびる。さあ荒れ狂う大海原を乗り越え、力強く進め進行船よ。We'll be right back.
ですね、ちょうど CM 中に、新幹線の方が、こう方向を、ね、ゆっくりと中央の方に向かって、うん、進んでおります。私たち最初の方はね、この大輝様が乗った前方の方、私たち見てたんですけども、すごいたくさんの方が乗ってらっしゃるんですね。乗ってますね。はい、約大体どれぐらい乗ってる、50人ぐらいは乗ってるんじゃないですかね。そうですね。また、今ちょうど船の後ろ、本当にね、あの壁画が描かれた、うん、先日これ金井さんが取材した時に見たじゃないですか。そうなんです、見に行きました。この装飾はどんな感じでしたか。装飾はですね、前方の方から見えない、あの後ろのところがすごくて、はい、昔の衣装を着た、うん、人々のイラストが描かれているのと、はい、あと言葉が書かれてたんですけど、なんて書かれてたかな。あ、そうなんですね。はい、さあ今ですね、ゆっくりと進行線が皆さんの本当に中央進んでおります。さあステージの声をお届けしましょう。この時体の中が燃え熱くなる、私たちの体を流れる琉球の熱き血を感じ取ることができる。進行線よ、さあ進め、ふるさとの大地へ、母の懐へ、燃え上がる炎を目指し、いざ進め、母なる大地を目指し、さあ進め。ザキミボーの、本当に皆さん150名の皆さん、はい、ゆっくりと進行線を、誘導して、ね、大きな波を作りながら、会場の、ね、本当に皆さんの目の前を、ね、通過しているわけですけれども、はい、さあ初めて進行線をご覧になられる方はどんな、思いなんでしょうね。そうですよね、こんなに大きい進行線が目の前を通過するわけですから。そう、そしてまたね、昼間はあの、はい、駐車場のところに展示してあった、あの船がまさか動くなってっていう、本当ですよね。はい、私もね、初めて見た時にはやっぱりこの進行線がまさか動くなってっていう、はい、そうですよね。そう、そしてこの、ちょうどね、この読谷祭りの会場の皆さんのちょうど、ね、目の前をちょうど綺麗に通過していくっていうことで、はい、このね、ザキミの本当に保存会の皆さんたちって本当伝統ある、もう名物を受け継がれて、はい、今回150名の皆さんが参加されているということですけれども、はい、誇りですよね本当に、うん、どんな感じですか。やっぱり、うん、この自分はもう、ね、伝統芸能とか大好きなので、はい、うちな芝居とか見に行ったりする方なんですけれども、はいはい、こんだけ地域の祭りに力を入れているのは読谷ぐらいじゃないですかね。本当に、ね、多くの方にそう、ね、おっしゃっていただけるということですけれども、はい、それに、ね、あんまり多分もうこれが普通になっているんじゃないかと思うんですね、うん、読谷の皆さんというのは、まあ、でも県外から例えば観光でここに訪れた方、はい、ちょうどこの、ね、読谷祭り、はい、ご覧になられている方は、ね、びっくりされるそうですね。あ、やっぱり村民の皆さんが主役、昨日今日は全てが主役ということで、そしてその、ね、読谷村役場の皆さんがおもてなしをしているというね、うん、またね、この進行線 この誘導も全てですね、進行線よ、クロックで男たちよ、しているそうです。炎を目指し、ね、さあ進め、はい、ステージの声をお届けいたします。大輝殿、星の明かりは、潮の流れはいかがでしたか。船の旅は皆元気でしたか。
浜の前に美しい新光線が帰ってきました。大輝殿も男たちも元気いっぱいです。さあ声高らかにお迎えください。大輝が乗った新光線が今帰ってくるところです。私たちに生きる力と勇気を与えてくれる新光線、未来課題を超えて今私たちの目の前に帰ってきています。大輝殿が乗った新光線が帰ってまいりました、ね、さあステージちょうどですね、ステージの目の前にゆっくりと、進んでおりますけれども、会場の皆さんも本当にこの新光線に注目していらっしゃるんじゃないかと思います。さあ毎年、1年に一度人々の夢と2日目のロマンを乗せ入港されるということで、大海原を乗り越えて無事に帰ってきました新光線。私たちに生きる力と勇気を与えてくれる新光線。そして大輝殿、今入港です。ちょうどね、今、ザキビモの皆さん、こうさざ波を、今からさざ波へ変わっていく、瞬間となっています、はい、さあ今ゆっくりとですね、ザキビもうすごい迫力ですけれどもね、私もなんか初めて見た時もうこの皆さんのこの団結力の素晴らしさっていうものが、はい、素晴らしいなと思いましたが、はい、さあこれがゆっくりですね、これがこの後数町が吐けながらさざ波に変わっていくそうです、はい、さあその後いよいよ、大輝ご一行様、船から降りてこられるということでいよいよ入港となります、はい、先ほどちょうど松明がね、掲げられた、ちょっとステージの右手の方に、新光線の方が入港したということで、さあ今会場の方は皆さん注目となっております、はい、これね本当に役場の皆さんたちがこう陰でねゆっくりと支えていらっしゃるわけなんですけれども、本当にね先ほどご紹介した、クロックで
徹している、はい、洋服は黒子に徹するという、うん、そういう思いがあって、はい、この思いは変わらないということをね、昨日も千葉の正さんがおっしゃっておりました、はい、すごいですよね、はい、皆さんを主役にするということで、毎年きっとこの進行戦に乗られる皆さんも、うん、もちろんこの大気、うん、この三役の皆さんもね、毎年変わられるそうなんですけれども、はい、このね、どういった思いでね、今日迎えられるんでしょうね、はい、支えてくれてる人の情熱と誇りが見える祭りになってますよね、うん、本当にね。さあ、会場の方っていうのは地元の方ももちろん多いと思うんですけれども、はい、まあ、県外からいらっしゃってる観光客の皆さんもきっと多いんじゃないかと思うんですが、これ観光客の皆さんが見るとどういう風に受け取られるんでしょうかね。いやー、もうね、沖縄のね、昔の衣装を着てるだけでもびっくりなのに、そうですね、はい、進行線が動くのもですし、150人の、ね、ザキミボーの、ね、うん、人たちがこんなに息を合わせて動いてるわけですから、そうですね、まあ、商売の神様、大気、うん、さあ、かなえさんもこの大気が、ね、ある、場所、はい、大気が、ね、中国を指さしている場所、かなえさんもご存知ですよね。残波岬、ね、行ったことありますか。何度も朝も夜も昼も、そう、何度も行ってますよ。そうなんですか。行ったことあった時、あの大気像をご覧になられてどうでした。私の印象だと、うん、もっと若い人かなと思ってたんですけど、そうなんですね。すごい渋いおじさまが立ってましてですね、はい、はい、そうですね、うん、さあ、ステージの方ですね、ご注目です。さあ、いよいよ、はい、大気様、はい、ゆっくりと今から船を降りてこられるようです。さあ、 FM 読谷の方では一旦 CM を挟みます。さあ、引き続きですね、音楽と映像とともにお届けしてまいります。またインターネットをご覧いただける皆さんは、CM の途中も、そのままユーストリームの方をご覧いただけますので、どうぞ会場の様子そのままご覧になられてください。うざぬ立ちむいや、いじへち立ちむいや、鏡色の素で水よ身をやせ、おざとけす、うまたしけち、かめはわて、おざとけす、あすたおさけ、もちはわて、長い航海の末、勇気ある大気殿が無事帰ってまいりました。さあ、旅の疲れを取る元気の出る水を差し上げてください。うざとけしをはじめ、多くの村人たちがお酒を持ち祝宴に駆けつけております。大気殿、ふるさとの風景はいかがですか。ユンタンジャの人々はあなたの帰りを今か今かと心待ちにしておりました。今、大気一行喜びの帰還です。お帰りなさい大気殿、そして勇者たち。ふるさとの大地を一歩
一歩また一歩、あなた方の苦労の跡が記され、そして花開くことでしょう。村の長に導かれ、人々に迎えられ、大輝一行、今ふるさとへ。お帰りなさい男たち、お帰りなさい勇者たち、そして大輝殿。大輝殿、帰還の言葉。ユンタンジャヌグスーヨー、ウージャヌ大輝、ニーシエーターヘキチリティ、トーンの国から生ケイティチャービタン。トーアチネーリキラチ、タカラヌシナジナ、アヌフニンカイチリ、ムドティチャービタン。ユンタンザウマンチュヌ、暮らし方と文化の先へるぐと役立てて君総理、昼夜ユンタンザウマンチュハイスリティ、自分から向けて君装置、一平二平デービル。さあ、金井さん、はい、大輝様のお声です。村の長より歓迎の言葉。大地の名隊、マリ島ユンタンジャン会、ユーケーティメンソーちゃん、一分かりすのあたい、トゥーサの国、東の国から、海の七人灰抜きて、新家のジャヘチチリて、宝の品々山魔人士ケイティメンソーチ、一平二平デービル。大地の名の眼中の牛型うがり、一平ウリッサヒショービンド。昼夜ユンタンジャの42回目の祭りな当便、ユンタンジャウマンチュが打ちすりて、大地の名の面世しくくるから待ちかんてヒショービン。東大新カルチャー昼夜祭り合い便、テイクうちならち踊り放ち、笑い吹く感て酒のこと苦手、漏らしさびら大地の名、旅の力に富み掃除悠々として君総理、安静あの愚宿の上じゃんかいご案内さびら。大航海を終え、村の長との再会を果たし、多くの村人たちの前にその勇姿を表した大輝殿、どうぞ祝宴の席へお着きください。さあ、今、大輝様の方が、ご挨拶された後ですね、はい、宅志会長の方からご挨拶もありましたけれども、はい、さあ、今ゆっくりと大輝様がお座りになられております。さあ、金井さん、はい、いよいよ帰ってこられたということで、村人がおもてなしを、お帰りなさいのね、まあ、言わせていくと思いますけれども、はい、一日先週の思いでお待ちしておりました。さあ、これより村人たちによります華麗な演舞で長旅の疲れを癒してください。それでは祝宴の始まりです。さあ、それでは祝宴の始まるということで、このあと獅子舞、はい、行われるようです。さあ、ステージの方に皆さんこのあとご注目いただきたいと思います。さあ、金井さん、どうでした、この一連の流れ。いやー、感動しましたね、はい、あの大きな進行線が動いたのはそれもそうなんですけれども、はい、
大輝様が喋って村のみんなに挨拶をするところが、うん、いや本当に帰ってきたんだなってことと、うん、やっぱ内縄口、うん、すごいなんかかっこよかったですね。本当ですね。はい、そして今からはですね、この大輝以降を、お迎えするにあたって、宴行われるようですけれども、さまざまな、これからはステージの方が、行われるようです。飾るのは獅子舞。いにしえより座を清め福をもたらすといわれる獅子が勇壮に舞い踊ります。踊り手は津波子秋竜舞研究所の皆さんです。方ではね、おもてなしの、ステージということで獅子舞、スタートいたしましたけれども、はい、私たちはですね、ここまでのお時間、はい、一緒に、ね、ご案内させていただきました、うんうん、さあ金井さん1時間入られたんですけどもいかがでしたか。いやーこんなね感動するお祭り他にないですからね、もうぜひね、はい、皆さん会場に足を運んでいただけたらなと思います。なんかこの感動を声だけじゃ自分は伝えられないですね、はい、ぜひぜひ皆さんね、はい、まあ、ユーストリームでご覧になっている方もね、はい、ぜひこの祭り遊びに来ていただけたらなって思います。すごく、はい、そうですね。またユーストリームで遠方でご覧になられている皆さんはぜひ来年はこの読谷祭りのこの日に合わせてですね会場の方にお越しいただきしっかりと会場から目で見ていただければと思います。さあお届けしてまいりました、金城玲子と赤嶺かなえです。はい、お時間お付き合いいただきありがとうございました。それでは引き続きステージの様子をお届けいたします。また一旦時報を挟みまして、この後は、男子2人組ということで、はい、女子2人組からバトンタッチしてお届けいたします。それでは皆さんありがとうございました。引き続きお楽しみください。Yeah!
限りない可能性と夢を求めて、今村の創生自立の時、読谷祭り。FM 読谷特別番組第42回読谷祭り、読谷祭り会場からこの時間お届けいたしますのは私雅也、そしてはい、新人の山内はじめでございます。はい、山内よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、進行戦が、帰ってきた、大輝様が帰ってきたということで、大輝様を迎えての、まあ、宴が、舞台で繰り広げられております。今アギチク展というですね、舞踊でいいんですかねが行われております。その様子を皆様にご覧になっていただきましょう。そして聞いていただきましょう。特別番組第42回読谷祭り、この時間は株式会社大成ホーム、株式会社ラクセス、失礼いたしました、ラクセスイノベーション、スタヤ読谷店、アイレディースクリニック、一般社団法人読谷村観光協会、株式会社盛岡コーリー、波平給油所、有限会社比嘉酒造、読谷村商工会、株式会社沖縄科学 AV センター、オーシャンズピザピザイン沖縄、 JA 沖縄ユンタ支店、ミセスリビング、株式会社紅葉電子の提供でお送りしています。第42回読谷祭り、特別番組、本日 FM 読谷2日目、ということで皆様にお届けしております。山内とは初めての特番、まあ、特番も初めてなんだけど、ね、はい、ラジオとの絡みも初めてということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日に引き続き、うん、昨日がちょっと初めて、はい、あの咲いた花臼入りましたけど、日上幸さんの方とお会いさせていただいて、そうか、今日は雅也さんと、はい、よろしくお願いします。ちなみにお初めは、はい、読谷の人か。読谷でございます。そうか、読谷祭りはさ、来たことあるか。はい、もちろんあります。あるありますが、うん、実を申しますと、うん、私こういう進行戦、まあ、昨日の赤インクもそうなんですが、はい、なかなかメインのこの会場の竜部とかそういうものを見る機会はほとんどなくてですね。ないか。 なるほどね。今年が初めてと言っていえばいいですね。そうか、うん、でもいい機会じゃない、こういう地元でさ行われてる、ね、大イベント、ね、祭りにね、こういうの携わって、ね、そうですよね、子供から、あ、子供の時から知ってる祭りなので、うん、まあ、祭りの大きさとかいうのは分かるんですが、うん、なかなかその意味まではっていうのはね、まあ、そうだよね、子供の時にはちょっと理解しにくい部分もあるんですけど、うん、それが、まあ、大人になって、改めて外部から見ると、あ、こういう意味だったんだっていうふうに分かる機会になってますね、うん、そうだよね、本当にこれも、ね、読谷のこの祭りの、まあ、読谷村の本当に大イベントの一つ読谷祭り、はい、この読谷祭りのこの様子を多くのスポンサーのもと我々 FM 谷が中継できるという、これを、ね、多くの方々にまたお届けできるというのは非常に嬉しくも思い、
まあ、読谷村民でよかったなと思いますけどもね。そうですね、誇りに思えるものですよ ね、その読谷祭り今年で第42回目を迎えるということでございます。さあ歴史ある読谷祭り、本日も、今日は最終日ということで特番を、組んで皆様にお届けしております。さあ舞台の方では太一様を迎えての宴が、行われております。舞台で行われておりますその、様子を皆様にちょっと聞いていただきましょうね。第42回読谷祭り特番を設けて皆様にお届けしてます。山内と一緒にお届けしていきます。この1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。山内、はい、まあ、本当にさ、私この特番を、まあ、やって FM タンでね特番を組んで7年目になるんだけど、はい、私が携わってね、はい、毎年さ、はい、まあ、今山内が言ったように私もこういう字がっつり見るっていうのは初めてだわけよね。あ、そうなんですか。おー、なんだけどこの意味が分かると分からないでは相当見方が違うなってね。そうですよね、意味が分からないで見るのとはね、やっぱり全然違うね。違いますよね。お昼ちょっと読谷村役場の千葉さんと一緒に番組をしたんだけど、はいはいはい、2時間やったんだけど、この舞台である棒術に対してのさ、ちょっとこの説明を受けた時に、読谷の棒術って言ったら有名どころってやったらこのザキミだったり波平だったりあるんですけど、まあもちろん長浜もそう、この3つの子ども会の棒術の方々が出てたんだけど、この棒一つに関してもその各自治会のスタイルだったりっていうね、手数これが違ってくるっていうのは、まあこのもちろん伝統芸能もそうなんだけど、こういったものをね見るとまたさらに楽しみも祭りでは違ってくるんじゃないかなと思うんだけどさ。そうですね、ね、またそれを解説してくれる人がいるっていうのがね、いやいや、もうこれがよ、またよ、FM タンの特番のいいところなんですよ ね、まあ、自分で言うのもなんなんだけど、いやいやいや、でもこれを本当に、楽しみにしている方々というのは本当に多くいるわけで。そうですね、私みたいに、なかなか意味が私みたいにというかですね、うん、私みたいにそんなに祭りに詳しくない人でもですね、うん、こういう番組があればですね、やっぱり意味を分かって、うん、あ、じゃあまた行こうかなっていうふうに思っていただける方もいらっしゃると思うんですよね。そうね、で、うん、もし今年来れなくてもまた来年再来年ということであるので、ちょっとアナウンス聞いていただきましょうね。なんかアナウンス、幸代流部研究所の皆さんです。はい、また、舞台の方では、ね、演舞が行われるということでございます。改めて今日行われているプログラムなんですけども、まあ、創作振興戦ということで夕方、
大輝様が帰ってきたということでございますけども、大輝どういう人物か山内ちなみにご存知ですか。大輝、うん、大輝様恥ずかしながら存じ上げません、うん、そうか。あのね、大輝というのはね、琉球王国時代中国との大交易時代貿易を、はい、まあ、組んで、まあ、簡単に今言ってるけどさ、その琉球王国時代って言ったら飛行機ねえらんや車ねえらん、ね、電車ねえらん、まあ、沖縄は電車はないですけどね、うん、まあ、今でも本当にこういう便利な乗り物がない時代に、はい、外国に船で行って貿易をして、でそれをまた沖縄に持ち帰り、沖縄との中国との交易をつなげ栄えさせたという商売の神様と言われている。残波岬灯台の近辺にも大輝像というのがあるでしょう。ああ、ありますね、はい、それがその大輝なわけ。その大輝が年に1回この読谷祭りの会場で帰ってきて、まあなんだろう、この村民に、まあなんだろう、この貿易を組んだこのお土産を持って帰ってくるというね、まあごめんなさいざっくりなんですけども、そうですね、先ほどのそういうスタイルになってる。帰ってきた挨拶の中でもそのような感じのニュアンスで、うん、そう全て方言でね、うちな口でしたけど、そういう感じ、ケーティチャービタンしか俺わからないんだけど、うん、こういう感じで言ってたでしょ。はい、まあ、これを言ってましたね。これをね、まあごめんね、分かりやすくもって言ったら、水戸黄門でこの門どころが目に入らんかって分かるのに楽しみにしてるでしょあれ。はいはい、オチは分かるんだけど、分かるけど楽しみにしてる。これもまたこの大輝のね、この読谷祭りの2日目の見どころ楽しみにしてるっていう思わない。今スタッフにスタッフ一同、ね、うんうんという首をかしげてますんで、なんか思わないって言わしてる感じがあるんです。でもそれを本当に楽しみにしてる、先輩方も中にはいるので、そうですね、うん、長年これを代々、まあ、受け継いできたという、まあ、42回ということで42年間こう、うん、受け継がれてきた伝統ということですからね、うん、それを楽しみにされている方はやっぱり多いと思いますよね。そうだよね、本当にそういう読谷村の歴史ある伝統文化の中で、読谷村出身ということで、その読谷を栄えさせた、まあ、一人人物ということで、偉人ということで、その毎年この読谷祭りでプログラムの中に組まれている大輝、その大輝が帰ってきた、大輝様が帰ってきた、まあ、宴が今舞台で行われておりますけども、山内自体は初めてなんだよね、読谷祭りでこういうふうにがっつり見るっていうのは、ね、そうですね、今回が初めてです、まあ、うん、特に初日2日目と、まあ、立て続けにこう流れて見るっていうのは全くなかなかないからね、ないので、うん、まあ、意味が分からなくてもこれがなんか沖縄らしいなというふうに、まあ、本土から観光で、ね、沖縄にいらしている方々にもなんか沖縄琉球を感じさせられる一つの祭りなんじゃないかなと思いますよ。もちろん若者が盛り上がる祭りももちろん素敵なことなんですけども、昔から受け継がれてきた先輩方のその思いを今にも残している読谷祭りというのは全国探してもなかなかないと思うので、はい、うん、読谷ならではの読谷の醍醐味な部分じゃないかなと思います。そんな第42回目を迎える読谷祭り、本日最終日、特別番組を皆様にお届けしております。さあ舞台の方でも、綺麗な、舞踊が踊られております。ラジオを聞いている方には、そのまま、この舞台の様子の音を聞いて、音源を聞いていただいて、動画を見ている方にはその様子を動画でご覧になっていただきます。それでは CM 明けまた皆様とお会いしましょう。それではご覧ください。Yeah.
続きましては久場傘踊り。沖縄特有の久場傘を使い巧みに踊り、体型の変化をお楽しみください。踊りますのは津波須美子リューブ連城、義馬頼美リューブ連城の皆さんです。第42回読谷祭り、本日は FM 読谷特別番組を設けて皆様にお届けしております。まさやです。そして山内はじめでございます。はい、山内と一緒にお届けしていきます。この1時間よろしくお願いします。はい、お願いします。山内、今、はい、舞台では、くばさ踊りというものが、披露されておりますね。沖縄特有のくば傘を使い巧みに踊り、体型の変化を表現するくば傘踊り、失礼、くば傘踊り、あ、当たってるか。で、踊りますのは津波須美子リューブ研究所、そして義馬頼美リューブ研究所の皆さんということでございます。くば傘をかぶり、体型の変化を表現するという、まあ、なんだろう、これ本当にリューブの中でも有名 なあれなんでしょうね。あの、なんだろう、でしょう、お祝いの席で踊られる、はい、ね、綺麗な踊りですね。女性の方が踊ってますけども、はい、なんか男性スタイルなのかな、そうでもないのかな。で、クバガサって言ったらなんか男性のイメージがあるんだけどさ。ああ、そうですね、なんか表現が、まあ、うん、まあ、クバガサというとね、あの、よく春さと、まあ、の、まあ、そうね、農家の人たちがよくかぶったりしてる、うん、あの、竹でできたような、そうね、編み込んだ独特の形の傘なんですが、はい、それを使った踊りか、うん、まあ、本土の方でいうと、まあ、土壌すくいみたいな感じのイメージでなんか見られるのかなというのが少しあるんですが、そうか、土壌すくいかなるほどね、なかなかない表現だなと思いますけども、そういうくば傘踊り、今舞台の方で披露されております。ちょっとその様子を皆様に聞いていただきましょう。Yeah.
さあ今舞台ではクバガサ踊りが、披露されております。でもちょ俺クバガサ踊り初めて見たんだけどさ。はい、僕もそうです ね、 ね、なもう女性の方が踊ってるからというのもあるんでしょうけど、うん、やっぱり、ちょっと、ね、独特だね。独特の普通さ踊りってさ、まあなんだろうな、まあ、センスだったりさ、はい、ね、そのまあ、なんか手荷物というのは決められているはずだわけ、はい、なのにこのクバガサ踊りは本当にこのクバガサを持って、はい、まあ、踊る、それがまあ持ち物になっているというね、面白い踊りだね。そうですね、お、まあ、初めて見たな、まあ、琉球芝居みたいな感じの、ちょっと、あ、そうね、確かにね、始まり方、まあ、お嫁さんが海に漁出てるっていうところの表現の深井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 沖縄特有のこのクバガサを使った踊りということで、うん、クバガサ踊り、津波住子竜舞研究所、そして今よりみ竜舞研究所の皆さんで、お届けしたわけでございます。さあ本当にこの太一様が帰ってきて、まあ、宴が行われている、今日は本当にね晴れて、まあ、昨日もそうなんですけども多くの方々が会場にいらしてますね。はい、でやっぱり昔から読谷祭り知ってる私としては、うん、晴れた読谷祭りっていうのは本当に珍しいと思いますよね。そうね、でもここ最近はまあ雨という雨はなかなかないので、もしかしたらこの40何回目に、まあ、差し掛かって徐々に徐々に読谷祭りは雨のイメージが薄れていっていくんじゃないかなと思いますけどもね、はい、もうでもいいね、こういうこの寒くもなく暑くもなく、そうですね、うん、今日が一番過ごしやすいですよね。ちょうどいい、昨日ちょっと午後夕方と風が強かったですけど、まあ、北の風がもう吹くようになってるからね、はいはい、まあ、そんな中ちょっと肌寒いかなとは思ったんですけども、まあ、それでも本当に過ごしやすいこんな時期にこの読谷祭りというのは非常にいいですね。はい、なんだその飲食店の皆さんもそうなんですけども、観客の皆さんもで、この舞台で、繰り広げられているその舞台もで演出も全てがなんか一つになってる感じがしてさ、まあ、朝からずっとこの会場にいるんだけど、来る人来る人全員のこの笑顔が見れるというのも非常にスタッフなんか私の中ではなんだけど、はい、なんか嬉しいなと思いますね。そうですよね、まあ、その一員として私たちの方も携わってるんで、やっぱりこの祭りに参加してから盛り上げてるっていうことを実感できる、そう、ね、一番そう、ね、目の前で分かるところではありますからね。これをまた伝えられるっていうのは本当にこの読谷祭りのさ、はい、スポンサーこの中継をするにあたってのご協力をいただいたスポンサーのおかげでもございます、はい、でこれを楽しみにしている村民の皆様だったり村外の皆様のおかげでございます。じゃあちょっとアナウンス聞いていただきましょうか。駆け巡る偉大な人になれるよう文武ともに頑張っております。これより日々の鍛錬による勇ましい空手の演武をご披露いたします。勇ましい演武は少林流勝負館の皆さんです。手案にだ、はい、さあ今舞台の方で行われておりますのは空手演武でございます。琉球の子供たちは大輝殿のように大海原を駆け巡る偉大な人間になれるよう文武ともに頑張っております。これにより日々の鍛錬による勇ましい空手の演武を皆さんに見ていただきますということでアナウンスがありました。この演武少林流、少林流勝負館の皆さんによります、空手演武でございます。さあ舞台の方では空手、先ほど、行われておりました子どもたちの演武が終わり、今度は一人も、舞台の方で、ね、なんか勇ましい勇ましいですね、こう棒さばきでいいんですか、棒さばきですね、はい、一人棒が行われておりますけども、本当にこの、ね、強い棒使いというか、さっきの棒術の皆さんとはまた違った一人棒という形でね、だから綺麗ですね。そうですね、まあ、こういう型というものは大体、うん、複数を
相手にしたっていうのが空手とかいうのはよくあるので、うん、この棒一人棒もまあ複数の敵を一人でどうやってやっつけるとか、なるほど、ね、守るかっていうのを見せるという動きだと思いますけど、なるほど、いやこれもまたいいですね。え、竜武だったりさ、こういうこの武道だったり、なかなか武道だって見れないよね。見れないですからね。あ、いいね。今空手の演武が、行われております。今度は、うん、まだ子供たちの子供たちですね、空手になるんですかね。はい、いや女の子じゃないですかこれ。そうですね、女の子も混じってます ね。あ、女の子も男の子も、いやもうかっこいいですね。こういう風にしてなんか将来の読谷村を担う子供たちがこういう風にして空手披露しているっていうのは本当にかっこいいですね。そうですね、もう今5人の方ですかね、うん、中には女の子も混じってかっこいいですね。一糸乱れぬ統率っていうか、うん、ですね。さあ太一様を迎えての、宴が行われている中、今舞台の方では空手演舞が行われております。少林流勝負館の皆さんの、空手演舞が行われております。さあラジオを聞いている方には一旦 CM を挟みます。そしてインターネット動画を見ている方には引き続き、この舞台での様子を、ご覧になっていただきます。それでは CM を挟みまして皆さんとまた、CM 宛てにお会いしましょう。パサイ、はい、
第42回読谷祭り、読谷祭り会場から生放送でお送りしてます。さあ、正也と山内です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、時刻は7時32分になっております。ただいま舞台の方では空手演舞が行われております。このね、空手演舞、今全員参加の空手になってるのかな、ね、舞台の方では大勢での空手演舞が行われております。本当に綺麗に揃ってるね、この空手ね。そうですね、全員乱れることなく、はい、綺麗に空手の方を披露しておりますけども、勇ましい演舞、少林流勝負館の皆さんの空手演舞が行われております。このちなみに後ろで流れているこの三振の音、これも生で、ね、そうですね、弾かれているということでございますよ。なんか4名の地方の方です ね、 ね、あ、またその4名の地方の方の、この音色のもと、この演舞が行われております。そして今全員で行われた空手演舞が終わり、一人での空手の型披露というふうになっております。これはまた先ほどの女の子の一人演舞とは違って、大人の空手の型ですね。ですね、また大人となるとこの空手の型のまたね、この力の入れ方というのは全然違いますね。また迫力が違ってきますよ ね。でも先ほどの女の子の一人演舞の時もですね、やっぱりこれだけの、ね、かっこいいよね、会場の、まあ、人ね、人っていう目の前にしてですね、一人で、あの舞台を演技するしても声もちゃんと出てるっていうのを見たらもうかっこいいですよね。かっこいいな、確かにな、普通は圧倒されるよな。そうですよね。ああ、でもそれぐらいこの空手を通してなんか心身ともに鍛えられてるじゃないかな。鍛えられてるという証明でもありますよね。いや、素敵です。そんな空手の演舞、大輝様を迎えての、宴の中の一つ、空手演舞が行われております。ちょっとこの様子を皆様に聞いていただきましょうね。さあ、空手の演舞、今大人の方が、まあ、青年って言った方がいいんですかね、型を披露しております。さあ、本当に観客の数も、まあ、かなり増えてる感じがしますね。中継者から見る限り、ステージの方に釘付けになってる状態ですね、うん、本当にこの進行戦を目的に来る方というのも中にはいっぱい、中にはというかいるはずね、いらっしゃると思いますね。いや、素敵です。そんなね、進行戦も、その舞台横に止められておりますよ。大輝がね、乗った船、帰ってきて読谷村の皆さんに、またね、迎えられて、その大輝を迎えての宴が行われているということでございます。でね、大輝が帰ってくるときに今松明も焚かれるんですけども、その松明もね、はい、ボボーと燃えて、なんだろう、この平和の象徴の暖かい光が感じられる。あ、最近オリンピックもありましたからねその影響も、オリンピックって今年か、あ、そうです、そうだよね、そうですよ、そうです、ブラジールでね、ブラジールの行われたからね、確かにね、このまたね、この日、これもまあ迎えてる感じの光、そういう感じで、いい演出だよね。そうですよね、この光というのもね、ありますよ。これが読谷村の祭りの、まあ、醍醐味ならではなんじゃないかなと思いますよ。人と人が織りなす伝統と創造の祭りということで、テーマを設けて、読谷祭り行われております。本日、10月の30日、本日が受け継ごうふるさとの心、読谷と書いてふるさとと読みますけども、受け継ごうふるさとの心最終日、本日はそのメインとなる、大輝が乗った船、それがまあ移動して大輝が帰ってきたということでございます。さあ、ちょっとアナウンスも聞こえてきました。アナウンスを聞いていただきましょう。見事に弧を描く米の収穫作業を表現した竹樽銘は、かつての米どころ長浜を象徴する民族芸能です。長浜自治会によります竹樽銘です。さあ、アナウンス聞いていただきました。竹樽銘ということで、長浜自治会の皆様が、舞台で今竹樽銘を披露していきます。
竹たる名は私は何回か見たことあるんですけども、長浜の本当に有名な伝統芸能の一つで、ああそうなんですか、うん、私はちょっとまだ見たことないですね。披露されてるんで、なんか独特なんだよね竹たる名というのはね。作る米、作たる米という書いて、うん、そうそうそう、竹たる名というふうに読んでますか、ね、これちょっとアナウンスにもあったんですけども、改めてご紹介しましょう。竹たる名、スーとたくましく掛け声が響き渡る踊り。スーって言うとよ、さしすせそのスー、これが特徴なんですね。蹴り上げた締め太鼓が見事に弧を描く、米の収穫作業を表現した竹たる名は、かつての米どころ長浜を象徴する民族芸能だそうです。お米、長浜は米の、なんか海のイメージがあるんだけどね。そうですね、米どころっていうイメージはちょっとなかなかなかったんですけど、いや、やっぱもうね、そういう昔はそういうにあったんでしょうね。それが踊りでまた作られているっていう、これがまた継承されてきて今に残るっていうのも、長浜にこういう米どころがあったっていう、まあ、米を作る場所があった、畑があったっていうね、この踊りから歴史を知るっていう、まあ、一つのまたヒントになっているか、ヒントになってますよね、うん、いや面白いですね、伝統文化、伝統芸能から見る読谷村の歴史、各自治会の歴史、今舞台の方で竹たる名長浜自治会の皆様によって披露されております。ちょっとその様子も聞いていただきましょうね。さあ今舞台の方では長浜自治会の皆様によります竹たる名が披露されております。不思議な独特な、ね、踊りだね。そうですね、激しい踊りというよりはですね、やっぱりあのゆったりとした、うん、まあ、お米のを作るという作業が、まあ、長い期間必要ということもあると思いますけど ね、米の収穫作業を表現した踊りというのもね、また不思議だよね。結構まあそういう、まあ、各自治体そういう感じ の自分たちの生活に接している動きを踊りにしたっていうのはあると思いますよね。あのさ、今ちょっと山内が前行ったからちょっとふと思い出したんだけどさ、はい、今のご時世、はい、今のご時世で始まったわけではないんだけど、まあ、私も含めてなんだけど、まあ、ちょっと贅沢じゃん。そうですって、まあ、何かあればコンビニに行けばいいとか、大気の話ではないんだけどさ、昔はこの、ね、危険と言われてた外国との交易を船一つで、まあ、やって、まあ、命がけ成し遂げたという方の話をした時に、うん、飛行機もない車もない電車もないって話したじゃない、はい、でこういうさ伝統芸能もさそうだと思う。例えばさ、この娯楽がないわけよね。あ、娯楽がないわけ
でじゃあ楽しみがないのかって言ったらそうではなくて、自分たちのこういう日常をまたこういうにして踊りにするという地元ならではの、だから地元のこの歴史が垣間見れるのがこういう伝統芸能なんだろうね。面白いね。長浜が米どころだったっていうね、それもこういうにして踊りから見れるっていうのも非常にこの祭り、読谷祭りならではなじゃないかな。そうですね。それをまたね、多くの方に知っていただければね、また面白いね。結構また他の自治会の、まあ、踊りにもですね、興味を持っていただいてからまた見ていただけるんじゃないかなと思いますけど ね、まあ、いい刺激というかね、うん、本当にいい意味での刺激が各自治会で、わったわ来年あったかいマチランわった伝統芸能寸胴と、これ持ち回り各自治会出るので、プログラム上は同じでも、はい、また来年は違う自治会が伝統芸能を披露するということで、演目の内容は、まあ、同じプログラム、同じプログラムなんですけど、うん、まあ、披露するも、そうそう、演目はまた自治会特有のものが出てくると、うん、舞踊研究所もしっかり、だからそういう形では毎年来ても、まあ、毎年変わるので楽しみがあるという、いうことでございますよ。じゃあそうです ね、毎年来ても、うん、まあ、違う発見があり、そう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 、新しい発見があるということで、うん、になりますね。この舞台でもね、非常に楽しく見ることができます。第42回読谷祭り FM 読谷特別番組を設けまして、皆様にラジオとそしてインターネット動画でお届けしておりますよ。さあ着々と演舞の方は進んでおります。大輝が乗ってきた船は、舞台の袖の方に今、止まっておりますよ。大輝が、乗っていた船から大輝は降りて、大輝を迎えての宴が舞台の方で繰り広げられております。皆様に聞いていただいたのは、竹垂目長浜自治会の皆様による演舞でした。さあこの後はまたね、さまざまな、なんだろう、演舞が舞台の方で行われるということでございますけども、もちわたはもうこのね、本当にこのリスナーの皆さんに伝えられるというこの喜びもあるね。はい、そうですよね。特にまあ私なんかはですね、まあ、ここ、うん、昨日ちょっと初めて入らせていただいたあれなんですけど、うん、やっぱり、あんた初デビューが特番って、お前読谷祭りってなかなかないぞ。ですよね。まあだと思います。僕もあれ昨日、アナウンスに入ってあれ、え、 なんでということがあったんですけどね。まあそういう意味で、まあ、昨日、ね、今日と連続で入れていただいたのも本当に感謝しております。そうだ、ね、ちょっとアナウンスちょっと聞いていただきましょうね。その方は他の棒術と比べ実践型であり、素早い動きと技の多様さは見応えがあります。ザキミボ保存会の皆さん、さあ、ラジオを聞いている方はそのまま、すいません、一旦 CM を挟みますけども、 CM 宛てにまたお届けしたいと思います。
第42回読谷祭り FM 読谷特別番組、皆様にお届けしております。さあ最後のコーナーとなっております。時刻は、7時48分になっております。まさやと山内でお届けしております。あっという間の1時間なんだけど、山内よろしくね、ラストで。はい、よろしくお願いします。はい、さあ大輝様を迎えての歌で、ただいま舞台で披露されておりますのはザキミ棒保存会の皆様の棒術でございます。千葉な忠さんから聞いたですね、情報によりますと、各自治会に伝わるこの棒、手数が一番多いということで、このザキミ有名だそうです。で、三人棒ね、今出ました三人棒、この三人棒というのもザキミ独特ということでお話がありました。そうなんですか。そうそうそう。で、コンボ、このね、短棒なんだったってな、この言い方、短い棒を使った棒術っていうのもね、これまた特有だそうです。ザキミならではの。そうですね、先頭の、方は棒は短い棒で、そうそうそう、普通は2対1で棒をするんだけど、3人棒というのが、ね、あるというね。これは沖縄ではなかなかないそうですよ。実はタイマンであるのは多いみたい。あ、そうですね、うん、まあ、3人棒はなかなかないそうです。その前の演舞は、まあ、1対1という形でやっておりましたけど、うん、これもまたザキミの棒の特徴だそうですよ。本当にこの、ね、手数が多いというのは、これ本当に見た人は分かると思います。かなりのね、どんだけ回してるんだよって。そうですね、本当に回ってるように見せますからね。スピード感のある演舞ですよね、うん、いや、もう子供たちからこの大人までこの棒をね提唱されているザキミ棒、これね、実は外国にも披露しに行ったことがあるぐらい有名なザキミ棒。もちろん波平の棒もそうですし、先ほどの子供会の皆様であった長浜棒もそうなんですけどもね、その、舞台で行われておりますのはザキミ棒保存会の皆様の棒術でございます。で、またこのね、後ろで聞こえる指笛とボラの音色が、この戦いの、棒の戦いの勇ましさを象徴するような、ね、そういう雰囲気を醸し出してますね。棒術だとやっぱりこのボラと、あと、まあ、鐘が入ったり、あと、まあ、そうね、やっぱり指笛が入ってきますからね。で、またこのね、今、ちょっと見る限り、まあ、この棒を使ったこの手数もそうなんだけど、はい、このジャンプの数、あ、そうですね、すくい上げるこの棒を避けるための、避けるためのジャンプの数っていうのも非常に、これはなかなか大変なあれだね、もう動きだね。そうですよね、もうお互いが本気でもう相手を倒しにかかってくるっていう気迫が、うん、すごいね、伝わってきますよね。ザキミ棒保存会ですからね、これはね、自治会の中でも保存会があるというザキミ棒の皆様の、演舞が今舞台で行われておりますよ。ちょっとね、その勇ましい、この演技を盛り上げるべく、ボラと指笛とドラの音色もちょっと聞いていただきましょうね。さあ舞台の方ではザキミ棒保存会の皆様の棒術が行われております。さあ山内、はい、今ね、ザキミのこの、まあ、もう先輩方ですよ、私のね3つ上の先輩なんですけど もう本当にもう小さい時からこのザキミ棒に携わってきて、もうこのもう年になったということで、もう相当もう棒を知り尽くした方々の演技が行われているんだけど、はい、もう本物だね。そうですよね、まあ、これはね、まあ、長年やってらっしゃるっていうのもあるんでしょうけど、やっぱりこの迫力が、うん、やはりちょっと先ほどとまた違って違う、ね、すごいね、この棒立てではない、この威圧顔で見せるこの迫力、ね、ちょっとこれもかっこいいな。
お前をたたきのめしてやるんだぞという顔のすごい、ね、表情とかですね、かっこいいね。これはもうまた近くで見ていただいたら、ね、その迫力がだまた伝わると思うんですけど ね。この様子を動画でも FM ターン配信しておりますけども、もし今年見逃した、いけなかったという方は FM ターンアーカイブ残りますからね、後日見ることもできます。でこれをまた参考にして、え、来年はイジンとちゃん、カちゃん、イッチンだと、ああ読みたん祭りに行ってみようという、まあ、参考にもしていただきたいですね。そうですよね、今日来れなくても来年ありますし、はい、その参考資料にしていただきたいと思いますよ、はい、また来年はね、また別の、棒が見られるということで、まあ、ね、もしかしたらそういう形で皆さんにね、うん、いろんな読みたん村の顔が見れる、一つのイベントとなっておりますよ。42回目を迎える読谷祭りというのも本当に歴史があっていいですね。いいですよね。またその42回でまた新しい発見があるっていうのもいいですよね。これもまた本当に読谷祭りのならではの醍醐味なんじゃないかと思います。で今年で2回目を迎える平和コンサートという前夜祭も、前夜祭もありましたね、まあ、今年ありましてね、金曜日はまた、その平和を歌う各、歌手の方々のねメッセージがこもった歌も披露されて、で昨日今日というふうに読谷祭り実質3日間、はい、本番はまあ昨日今日なんですけども、まあ、前夜祭含めると3日間行われたということで、その前にもね読谷闘牛大会というですね読谷祭りの、その時期に合わせた読谷闘牛大会も第19回を迎える、イベントもあったわけでございます。だから読谷祭りというのは今日と、昨日だけではないというね、本当にこの時期読谷祭りに関連するいろんなイベントがまあ、行われているということで、これまた面白いよね。そうですよね、うん、まあ、これだけじゃないっていうさ、この日だけじゃないイベントという形ですね、うん、まあ、世界のうちなんち大会も今やられてますけど、 そうね、その中でもまた関連イベントとかいうのもあると同じようにですね、読谷祭りにもまあそれを、まあ、この読谷祭りを中心に前後してから、うん、開催されるイベントが多くあるということですね。本当にね、こういう風にして人と人がつながる織りなす伝統と創造の祭り、第48回読谷祭り、本日 FM タン、特別、うん、俺なんて言って今48とった42回ですね。もうよ、もう気持ちは48回になってたなって俺48って言った俺48回って言ってますね。もう42回ですよ、何を言ってるんですか、生放送ですよね。42回です、ごめんなさい、せっかく締めをしたのにな、はい、42回目を迎えます読谷祭り FM ターン、本日、も特別番組を設けまして皆様にお届けしております。この1時間お届けしたのは私比嘉雅也と、はい、特番デビューの山内はじめでした。はい、ということで、さあ時報を挟んで、まあ、ラストの、特番コーナーと、枠となります。時報を挟んでも皆様にお届けしていきます。ラジオを聞いている方には時報を挟んで、また引き続き特番ラジオで9時台お届けしていきます。インターネット動画を見ている方はまた引き続き8時間、いやっさ8時の三味ソースさアランド、ただいまの時刻7時55分になっておりますよ。さあ、8時の時報を挟みまして引き続き皆様に8時台も楽しんでいただきます。ここまでのお相手はマサヤ、そして山内はじめでした。はい、また後からや。